こんにちは、モータージャーナリストの竹岡圭です。今日はレガシー、アウトバックと B4 をご紹介したいなと思います。こちらのアウトバックがツーリングワゴンと SUV のアウトバック、この2つを兼ね備えたモデルになったということで、今回はアウトバックを中心にご紹介していきたいと思います。SUV のラインナップが豊富なスバル車の中でフラッグシップになる、まあ言ってみれば SUV とツーリングワゴンのいいとこ取りをしたアウトバックなので、非常にですね、質感の高い、それで存在感のあるデザインが採用されています。ですがやっぱりこうアウトドアのね、雰囲気を感じさせなければいけないので、力強い、どっしりとしたたくましさを感じるものになっていますね。でもこう全体的には非常に美しくまとめられている、そういった外観になっています。さてインテリアです。すごく上質になりましたよね。今までレガシーっていうと、黒くてがっちりしたみたいなねイメージしかなかったと思うんですが、今回はですね、こういった触った時の食感、ここまでこだわって仕上げられているんです。で、快適性もぐっと上がりましてね、液晶のカラーメーターだったり、こういったナビもピンチアウト、ピンチイン、フリック操作なんていうスマホ感覚で使えるようになっていたり、またですね、ハーマンカードのオーディオもついてまして、こういった USB メモリからも曲を取り込めるなど、もうこの中で快適にもっともっと長く過ごしたいなって思えるような空間に仕上げられています。目玉になるのは足回りだと思います。これまでもですね、アウトバック、B4 どちらもですね、非常に走りには定評があったんですけれども、さらに追求するために投入されたサスペンションなんですね。どんな走りをするものかといいますと、スポーティーに走るときはコーナリングなどでの安定性を高めまして、ゆっくりと走るときは快適な乗り心地をもたらしてくれる、こういった相反するものを両立してくれるスタブレックスライド、というサスペンション、これを投入したということなんです。実際ですね、あるものとないものを乗ってみると、小さな振動の収まり具合は全く違いますね。非常に快適です。これね、絶対もし購入するときは選んでつけてほしい、そういったものですね。ちなみに18インチタイヤに合うように設定されているので、上級グレードのリミテッド、こちらにね装備されるようになっています。なぜこういったものが必要だったかといいますと、アウトバックに逆にツーリングワゴンのようなスポーティー性能も持たせなければいけなかったんですね。かといってアウトドア的なラフロードでの走り、これをスポイルしたわけではありません。今回新たにレガシーアウトバックに投入されたのは X モードというものですね。これ何かって言いますと、ちょっとね空転してしまったなんていう時に、そこにブレーキをかけて他のタイヤにトルク配分をしたりですとか、あとはヒルディセントコントロールなんかもついてますのでね、悪路走破性は問題ないと思います。今度のレガシーはアウトバックの他に B4 というセダン、こちらのラインナップを加えて2つのモデルだけとなっています。つまりスバルの一番こうトップのセダンがこの B4 というわけなんですね。走りはもともと B4 はすごくスポーティーということでね、もう際立った性能がもう世の中にね、人々みんな知ってるぐらいのことになってましたけれども、それに見合うようにデザインの質感を上げたというのが今回ポイントになると思います。一段と磨きのかかった運動性能もさることながら、アウトドアギアとしての魅力もぐぐっと増したアウトバック、これが1台あればこういったライフスタイルももっともっと楽しめちゃいますね。